日清戦争が1894年8月1日に正式に開戦すると、日本軍は破竹の勢いで陸上と海上から攻め込みました。9月17日には日本の連合艦隊が清朝の北洋艦隊を倒しました。そして11月22日清国軍の軍事拠点である旅順が陥落しました。この時日清両国は日本がほぼ勝利を収めたことをはっきりと認識しており、日本は南進政策を開始したのです。日本の当時の外務大臣は11月に伊藤博文総理に、この時期に陸海軍を活用して山海艦台湾伊海英へ進攻すべしと建議する書簡を送りました。そして伊藤博文は12月伊海英を突き台湾を攻略すべき方略の作戦意見書を提起し、南進政策を展開。日本政府は長魚隊の沖縄県編入にも秘密裏に着手しました。1894年12月当時の内務大臣は外務大臣に宛てた機密文書密別第133号、久場島魚釣島へ所轄標高建設の申請を提出しました。その中で当時と今日では事情も異なることから、外務大臣と協議の上、機密文書進展第2号の返信書簡の中で密別第133号に同意しました。一个月后的1月14日，日本透过秘密内阁决议，将钓鱼台跟黄屿片面编入冲绳县。其实在此前一天，也就是1月13日，日本的大本营也决定编成澎湖攻略部队。很明显，明治政府的南京政策是经由全面性考量的。日本最终可以取得台湾、澎湖跟钓鱼台列屿，都跟甲午战争有直接的关系。明治政府は清朝が日清戦争に敗れると見るや、1895年1月14日に内閣の秘密決議によって長魚隊列島に国標を建てる許可を沖縄県に与えました。秘密の内閣決議であったため、当時の通常の手続きである天皇の勅令または政府による交付は行われず、外部の人はこれを知る由もありませんでした。実際には1969年、琉球当局はようやく標柱を立てたのです。日本は長魚隊列島を盗み取った時、海陸の戦場で決定的な勝利を収めていました。3ヶ月後、陸奥省北洋大臣を派遣して、日本の伊藤博文総理大臣と下関条約に調印し、清朝は台湾本島とそのすべての付属島嶼及び澎湖諸島を日本に割譲しました。马关条约签订之后，我们把台湾全境，包括台湾的所有的附属岛屿，都割让给你日本了之后呢，那自然的清朝在那个情况之下也没有办法再跟你去这个据理力争钓鱼台，哪怕那时候的这个清朝知道你这个窃占了钓鱼台，清朝也没有办法再回过头来反驳你的这样的一个窃占的行为。下関条約が調印され、日清戦争が終結。2ヶ月後、日本の小型津四郎は日本政府に長魚隊列島の租借について申請しました。小型津四郎の履歴書の中には、明治27年、8年、戦役は終局し、報告対象の結果、台湾島は帝国の版図に帰し、尖閣列島もまた我が所属たると明確に記載されており、古賀辰四郎のような最も直接的な当事者でさえ、日清戦争によって日本が長魚隊列島を取得したと認識していたのです。
甲午战争结束后的日本官方文献也将钓鱼台来历说得十分清楚。今天现存于冲绳县立图书馆有一本冲绳县水产官员在1913年编纂的宫古郡八重山郡渔业调查书，它里面就提到古贺要开拓钓鱼台向政府申请租借的情形。它里面就提到，当时由于其境遇不甚明确，亦不清国所属之说，因此迟迟不见政府处置。适逢日清战役，依其结果，台湾侵入我国领土，该岛屿之领域也随之明朗。很明显，当时古贺氏本人以及冲绳县水产官员对于钓鱼台的来历有一致的认识，也就是日本当时是因为甲午战争战胜而取得钓鱼台列屿。日清戦争の開戦から下関条約の調印まで関連の歴史的文献を見ると、日本が日清戦争によって釣魚隊、防庫、台湾を取得したことが明確に証明されています。